はい、ルルカです。今回はねドコモの新料金プランアハモこちらがね新しいキャンペーンを開始しましたので、まあ、実際にね3大キャリアの新料金プランプラスアルファね楽天モバイルのね楽天アリミットを利用している、まあ、ルルカ目線でねキャンペーン内容だったりとか、まあ、実際の現状のこの新料金プラン合わせてお話していこうかなと思いますこのね合わせて話すっていうのが非常に大事になっていますまず最初にキャンペーンではなくて、まあ、現状のね3大キャリアさんの新料金プラン、まあ、プラスね楽天モバイルに関してね軽くお話したいなと思うんですけれどまずねルルカに関しては現在ドコモ a ソフト バンンクこちらがね提供ししててている料金プラに契約ます要はアハもポボ、ラインも全部に契約してるって形になってるんですけどルルカが住んでる地域限定のお話にはなってしまうんですけどぶっちゃけドコモの新料金プランアハもうちには刺さりませんでしたどういうことかというとラインもだったりとかポボこちらに関してはルルカの住んでいる場所でも平均的にね60前後ぐらいの速度が出たりします早いと100とか超えてきたりとかするんですけど60前後ぐらいまあね爆速かって言われてしまうとまそうでもないぐらいの速度にはなるんですけどまあ安定してある程度ね速度で 出ているんじゃないかなっていう速度になっています。なんですけれど、まあ、全国的に見てね、一番安定度が高いんじゃないのと思われているドコモ、まあ新料金プランのアハもですね。こちらに関しては残念ながらルルカの住んでいる地域、はい、こんな感じで25だったりとか30メガ前後しか出ないことが結構あります。まあ、さらに言ってしまうと時間帯によっては10メガ前後まで落ちてしまうこともあります。もっと速度が出る場合もあったりとかするんですけど、平均して明らかにポボだったりライムより速度が出ません。もちろんね、こちらに関してドコモの新料金プランアハも、まあ、このねアハも自体が悪いんじゃないかって思う方もいる と思いますなんですけど、まあ実際問題として、まあ、ルルカの住んでる場所では速度の方、結構ね、遅かったりするんですけど、ちょっと車で移動すると、200目が前後出たりします。超爆速です。ということで、まあ、ルルカが住んでる場所が悪くて、まあ、ドコモってねどこでもある程度の速度が出るってイメージがあるので、あえて、ドコモのアハも選ぶ方がいると思うんですけど、実際問題として、まぁ、どこものアハも選んだからって、その3大キャリアのね、新料金プランで一番いいとは限らない。そんなね、狙ったような結果が出ている、まあ、ルルカなんですけど、ぶっちゃけた話ね、まあ、ルルカの住んでる地域では、先ほども言った通り、楽天モバイルもね、ルルカ使っていて、 むしろ楽天モバイルを一番押してるんですけど、ここ最近、まあ、ルルカの住んでる地域、爆速になりました。楽天モバイルの中でも静岡って結構力を入れてるのかな、まあ、人口カバー率がね、最近93%を超えたっていうことで、公式でもね、ツイートしてるレベルの静岡に住んでいるわけなんですけれど、以前まではね、10メガ前後しか出なかったところ、今ね、60メガ前後出ています。ということで、ぶっちゃけ、ルルカの住んでるところ、限定でお話しさせてもらえば、ドコモのアハモを使うよりも、楽天アリミットを使った方が刺さります。まあ、全国的に見てね、これは稀なことかもしれませんが、まあ、実際もね、そういう形になっています。なので ルルカと同じ感じの速度になるところがどれくらいあるかわからないんですけれど結構地域によってはどれを選ぶかによってだいぶね使い勝手が変わってくると思いますというところでね三、まあ、大キャリアであればね結構安心ってイメージがあるかもしれないんですけどキャリアによってね意外とこの新料金プランどこを選んだ方がいいって分かれると思いますもちろんね使う特徴もあるんですけれど、まあ、特徴をう以前にやっぱ速度が安定して出ないと他の特徴を生かす以前の話になってきてしまうので、まあ、そういうところってね大事かなと思うんですよねでそんな中ここ最近かなりお得なキャンペーンがやっていて、まあ、昨日から始まったキャンペーンも含めてになるんですけど ドコモモのアハモに関して今回ね新キャンペーンのを開始しましたどういうものかというとお持ちの端末でお乗り換えで7000ポイント、まあ、もしくはねエントリーして端末購入すると3000ポイントあげるよっていうキャンペーンが開始しました、まあ、これがかなりいいと思います先ほど言った通りまるるか3回戦3キャリアすべて契約したわけなんですけど、まあ、ぶっちゃけた話ラインもとポポのほうが優秀まあもはやあと楽天モバイルも含めてもドコモよりも優秀って形になっていますなんだけどやっぱドコモってブランド力があるから新料金プランプラス楽天モバイルって名前を聞くと、まあ、それだったらやっぱねドコモの新料金プランアハモ使おう なととと思思思っていいいいいるる方まますすそれも別にいいと思いますブランドで選ぶのもいいと思うんですけれど、まあ、実際問題使ってみないとわからないというところで現状ね何のキャリアを使っているかわからないんですけれどこの7000ポイントもらうことができるのはあくまでナンバーポータビリティになっていますので現状としてドコモ以外を使っているところですね、まあ、ソフトバンクだったりとか、まあ、au だったり、まあ、それこそ楽天モバイルでもいいんですけど使っている方が移動すると7000ポイントもらうことができるキャンペーンになっています、まあ、とりあえず現状ね au ソフトバンクあとは楽天モバイルとかに、ね、契約している方に関しては新料金プランだったりお得な料金プラン移行したいなと 思ってててている方に関ししはまずアハも契約してみてくださいこのね新キャンペーンに関しての概要、ね、ちょっとね探しても見にくいところにありますなので、まあ、そちらね概要欄に貼っとこうと思うんだけどこのページに飛ぶことができるんだけど昨日7月2日からねキャンペーンのが開始されて終了時期は未定になっていますでポイントが7000ポイントもらうことができて新定時期が翌々月の中旬頃になっていますで以前までのアハモのキャンペーンに関してはめちゃくちゃわざと受けにくいようなポイント還元キャンペーンになっていたんですけれど今回からに関してはとりあえずめんどくさいことなしにね D ポイントクラブ会員に入っていれば簡単に 受け取るることができる感じになっていますこれ何もねマジでやることなく受け取ることができるみたいなことが書いてあるんだけど本当に大丈夫かなと思うんだけどむしろこれができるのであれば最初のアハモの時のあのめんどくさい受け取り方法何だったの嫌がらせでしかなかったのと思うんですけれど、まあ、とりあえずね簡単に受け取ることができる形になっています注意事項としては受け取ることができる D ポイントが3ヶ月間限定のポイントになっているんでその辺は注意していただきたいんだけどこちらね概要欄の方に貼っときますので詳細のは軽く見てみてください端末とセットで3000ポイントって本もありますが基本的にはル,ルカは7000ポイント めかなと思いますというところで、まあ、ドコモ以外を使っている方であれば新料金プラン行きたいなと思っていたらまずはねこちらのねアハモで7000ポイントで試してみるといいんじゃないかなと思います、まあ、ルルカの住んでいる地域は特別で多くのところではやっぱねドコモが一番回線強いんじゃないかなと思いますでこのねもうすでに今ドコモを契約していてこの新料金プラン移行したいなと思っている方に関してはめんどくさいかもしれませんが1回ね LINE ももしくは楽天モバイルのねキャンペーンを受けてから行くといいんじゃないかなと思います楽天モバイルのキャンペーンだとナンバーポータビリティで現在2万円分のポイント還元を受けることができ キャンンペーンを開催しています、まあ、さらにね、3ヶ月間無料キャンペーンもやっていますので、楽天モバイルに関してはマジで使えない地域では使えないので、試してもらわないとわからない部分はあるんですけれど、まあ、多くの地域では最悪でもパートナー回線使うことができるので、ルルカというね、かなりハマる方もいると思いますので、試すのが大事だと思うんで、まあ、楽天モバイルだったりとか、まあ、安定であればね、フートバンクってね、まあ、結構嫌われている部分があるんで、LINE も,も嫌ってる方がいるんですけど、実際問題として、まあ、かなり多くのところでね、爆速で利用することができますので、まあ、こちらもね、1万円分のポイント還元やっているので、まあ、今現状 でねドコモに契約してる方に関しては一回こっちのねどっちか楽天モバイルか LINE でクッションを踏んでからアハモのキャンペーン利用するといいんじゃないかなと思います。6月30日まではねポポもキャンペーンやっていたんだけど現状はちょっと今ねキャンペーンが切れてる状態になっています。まあ、ただし LINE もアハもともにねキャンペーンをやっていますので多分近いうちにねポポに関してもキャンペーン始まるんじゃないかなと思います。むしろ楽天アリミトに関してはそれこそ3ヶ月間無料プラス2万円分のポイント還元さらにね1ギガまでであればタダで利用することができたりとかもしてしまいますのでまあ、とりあえずねこの2つを使うことに よって非常に長い間ほぼタダみたいなところで試すことができますので、まあ、実際問題として三大キャリアの新料金プランプラス楽天モバイルに関しては一回試すのがやっぱね必須になってくるんじゃないかなと思いますので、まあ、こんな感じでね移動を繰り返して試せるっていうのもかなりいい感じになっているんじゃないかなと思います試した上で、まあ、ここ最近のね新料金プランって縛り等がありませんので、まあ、移動した上でね最終的にここが良かったなあそこが良かったなっていうのを判断してそちらに移動するのがいいんじゃないかなと思いますで結果的にそれでも納得できないようであればそれこそねここ最近格安シムと呼ばれる MVNO の業者さんとかも面白い料金プラン出してきていますしまあそれこそキャリアに関しても使い放題みたいなものが出てきているのでやっぱ安心安定感なおかつサポートがも含めればキャリアを選択するってのも悪いことではありませんのでまあ色々とねこういうお得なキャンペーンを乗り継いで乗り継いでま最終的にね気に入ったところに移行するのがいいんじゃないかなっていう感じのキャンペーンになっていますのでぜひねこの辺試してまだねキャリアさんの高い料金プランしか使ったことがない人それで満足してるかもしれませんが試してみるのもいいんじゃないかなと思いますただしね大手キャリアさんから移行する場合に関してはメールアドレス、ね もらってしまうんですけれど、一応年内中にはメールアドレスの移行もできるようになるみたいな話をしていて、このね。アハモだったり、新料金プランでも移行できるか、ちょっとまだわかんない状態ではあるんです。けれど、まあ、そのね、メールアドレスを残しときたいとかまあ、そういうのを考えている方に関しては、今年別に急がなくても続いてやると思いますんでね。その辺を待つのもありじゃないかなと思います。概要欄のところにはこちらのキャンペーンのリンク、あとはね。楽天モバイルのリンクとかも貼っておきますので、興味がある方はそちらから見てみてください。今後も色々な動画、毎日更新に上げていきますので、よろしければチャンネル登録いいね。コメントお願いいたします。今回も動画。 最後までご覧いただきありがとうございました。